生炭変グルテンミートとは、グルテンを主原料とした加工食品である。日本国外では、生炭という呼び名の方が一般的である。グルテンは、水で練った小麦粉に含まれる、タンパク質の一種。台湾製揚げグルテンの缶詰製品名、菜食主義者のニセカモ肉小麦粉に、水と少量の塩を加えてこね。 寝かせた後水洗いして余分なでんぷん粉を流し落とすと残ったゴム状のグルテンの塊が得られる。これを適当な大きさにちぎり、醤油、各種ソース等の煮汁で下味をつけたものが生誕である。下味をつけた生誕はさらに様々な調理に用いられる。生誕は種として菜食主義やマクロビオティックのような国際主義。 あるいはアレルギーやカロリー制限による食事療法において肉の代用品に利用される。小麦グルテンを利用した伝統食の焼き粉小麦グルテンを利用した食品は古くから各地にあり、日本の符もその一つだが強制炭と呼ばれている代用肉の形式は1960年代にマクロビオティックの創始者である桜沢五一によって広められた。 マクロビオティックは独自の音量思想に基づく長寿、健康法として、菜食や雑穀食を旨としており、動物性タンパクの摂取は避けるべきものとされる。そこで、植物性タンパクの供給源として、また、料理のバリエーションとして、生誕は重宝されている。生炭はもともと、桜沢五市が命名した日本語由来の名称だが、当時国内ではあまり普及しないまま欧米で、 発展して、後に逆輸入されたため、生誕、生誕、生誕など表記は、諸説あって、半然とせず、通常、カタカナ書きされる。また、そうした、耳慣れない語感と、外国語のようなカタカナ表記による辞儀のわかりづらさから、どういう食品を指しているのか一般には想像しにくい。こともあり、かえって、グルテンミート等の和製英語もしばしば使用される。 代表的な調理法に、衣をつけて、カツフライにする、漬け汁を絡めて、唐揚げにする、酢豚や和風の煮物で、他の具材と一緒に入れる、小さい粒状にして、ひき肉の代わりにハンバーグミートソース、そぼろ、麻婆豆腐、ドライカレーに用いる、などがある。なお、小編あるいは、小粒状の生誕は、自分で小麦粉から作る以外にも、缶詰等で市販もされている。 ありがとうございます。